ありがとうございます。ねえ、あの箱、他のと違くない？ねえね、ありがとう。はあ、うん、あの、あの、うん、あの、あの、ふっ、開始します。手強い相手です。ご注意を。ここは。いい連携だった。さあ次だ。扉があるぞ。どうするかは任せる。気をつけろ。的確な指示、見事だ。続けて頼む。階段があるな。まだ行くか。手強い相手です。ご注意を。この局面なら。攻め時か。
しまった。いける。斬撃は効きません。剣での攻撃は厳禁です。ここは状況なら。コロちゃん。
ちゃんもかっこよかったよ。シャドウか、どうする？前方にシャドウだ。蹴散らすか。的確な指示、見事だ。続けて頼む。シャドウ。的確な指示、見事だ。続けて頼む。そういえば、やった。うまく決まったな。シャドウがいるな。敵だ。片付けるぞ。強敵です。気をつけてください。歯応えのありそうなやつがいるな。シャドウの隙をついた。かなりの強敵です。焦らなくていい。エルトラン。警笛に叩き込め。攻め時か。出ろ、ケンカしれや。どうする？
よし、解析準備中です。もう少し時間がかかるか。ペルソナ！
これでどうだ。やるな。ほう。あの箱、開けて損はなさそうだ。切れてた。明日にでも買い足しておくか。あの箱は特殊なもののようだな。階段だな。登るか。
台時だな。感謝する。ここは油断はできない。慎重にな。ん？宝箱か。タルタロスのライトも気温や気圧は現実のものとそう変わらないんですね。それも人間を誘い込むためかもしれんがな。手強そうだな。問題ない。行くぞ。そこから登れますね。ありがとう、コロちゃん。だった。さあ次だ。コロちゃんが敵を発見しました。やるぞ。やるぞ。戦闘開始だ。疾風の弱点です。弱点は狙えるみたいです。なんとなく。敵が倒しました。
焦らなくていい。行くぞ。ここはサントマン。弱点にヒットです。放つぞ。ここどうだ。討伐終了。お疲れ様でした。あの箱、回収したらどうだ？例の箱があるようだな。あの、フロアの敵のあれって相手になろう。ああリード霧城先輩ダウンです。誰か援護を。俺の力で。この局面なら行くぞ。降伏な。言ってくれたな。霧城先輩が急所をつく。ペンセシリア。モロちゃん、ここは攻撃力を落とされてます。いや、手強い相手です。どうする。いや、霧城先輩攻撃力に増加してます。
遅い。プラン通りだ。もしかして出ろ、先手指令や。聞かないだけ。
キリジョー先輩、敵をダウンです。攻めどきだ。ペルソナ、の弱点に応じて編成を考えるのもいいと思います。ペルソナ発動。よかった。
れ様です。やるわよ。うんうん、やる。ありがとう。立派なスイカだろう。本日の催しの主役なんだよね。つーのもみんなでスイカ割りやろうと思ってさ。俺たち夏休み入ってから夏っぽいイベントをやってなかったろ。特にほら天田のやつずっと寮で暇そうにしてるしさ、俺っち胸を痛めてるわけよ。せっかくの夏休みに絵日記に書くこと一つねえなんてかわいそうだなって。ふふん、お前にわかんなくても俺っちにはわかんだよ。天田少年の瞳に宿る寂しげな輝きみたいのがさ。あ、ちなみに知ってた？子供に気遣いできる男、実際のとこモテるらしいんだよね。まあつうわけでお前にも手伝ってほしいわけ。お互いそんな話じゃないだろ。それとだな、実は俺っち手がそろそろ限界。本日はお日柄もよく、誠に残念ながら諸先輩方女性陣は不在でありましたが。もうスイカ割りならやりませんよ。拒否すんの早っ。てか俺まだ何も言ってないじゃん。スイカにバットって他にやることないじゃないですか。そういうの子供っぽいですし、外は暑いですし、お気遣いとかなら。ああそうそう、天田いないと俺とこいつの二人になっちゃうだろう。そんなのどう考えても悲惨じゃん。そういうことなら仕方がないですね。わかってるって、コロ丸も頭数に入れてるからさ。んじゃ早速始めようぜ。一番やりはお子様に任せた。まさしく夏って感じだな。テンション上がってきたぜ。
子様はどっちですか、まったく。目隠しはどこですか。バットだけじゃスイカ割りに。というかこのバットなんだかすごく使い込まれてません。お、よく気づいたな。そいつとは長い付き合いでさ、俺が少年野球やってた時からの。で、これ言ってなかったか。ああ、なんか言う機会なかったかもな。昔野球やってたって話。まあとっくにケリはついてんだ。あの、いいんですか、スイカ割りに使っちゃって。ん？ああ、そうか。いや、でも別に構わねえよ。こっから先使う予定もないしさ。どうした？スイカが待ちきれないか？おいおい、コロマル、そんなとこにいたら割れないだろう。コロマル、やっぱり何か他の道具は使いませんか。あ、ほら、先輩もそう思いますよね。でも、じゃあなんで割るよ。そこはほら、面白ければ何でもいいですよ。面白ければって、それ無茶ぶりだろう。あー、真田さんが素手でとかか。今俺を呼んだか。あ、真田さん。帰ったら屋上から声がすると思って見に来たんだが、スイカ割り子。そうなんです。実は今何で割るか迷ってて。そのバットは使わないのか。俺の拳でこいつをか。はい、実はすっごく見たくて。いいですよね、純平さん。え、まあ天田が見たいんなら。そうか、なら俺も期待に応えよう。食うとき困るんで加減は適当に。すい、すごい、やっぱりすごいよ、真田さん。いやいやいや、これどうやって食うんすか。粉々になっても意外に食えたな。思ってたのとは違ったけど、なんだかんだ天田も楽しんでたっぽいし。ああ、そういや、さっきはダセーとこを見せたような。そのスイカを割る前にさ、バットのことをお前にも気使わせちまったみたいだし、未練とかないつもりだったけど、どっか出てたんかね。おせっかい焼くつもりが、小学生にまで気使われるとはな。これ以上気使うなよ、余計悲しくなっちまうだろう。って別にお前が悪いんじゃなくて、あ、なんつーの、俺側の問題で。お前には多分わかんねえ話で、俺っちの人生ってか青春ってかさ、本当全然しまんねえよな。とりあえず今日は解散すっか。準備に片付け手伝わせて悪かったな。それじゃあ下に戻ろうぜ。いやー、こんばんは。
コロマルの様子を見に来たんだが、うまくやっていけそうかい？心強い返事だ。まあ僕も心配はしていないんだ。彼は近所でも評判の中堅らしいしね。懸念があれば後からでも遠慮なく言ってくれ。ほら、コロマルの入隊は僕からのお願いだったわけだし。なあ、俺はコロマルのことを全然ウェルカムっすよ。しつけとかもほら、俺っちがちゃんとやりますし。コロちゃんの方があんたよりお行儀いいんじゃない？ほら、純平って待てとかできなそうだし。さすがに犬よか行儀いいわ。いや、きっと多分それなりに自信なくさないでよ。なあ、それよか理事長、その夏期講習のことなんすけど。ああ、キリジョー君から聞いてるよ。いい話だと思って僕も賛成しておいたけど。いや、そこなんで賛成しちゃうんすか？あれ、ひょっとしておせっかいだった？ひと夏の恋は神出鬼没なんすよ。渚のシティガールが俺との出会いを心待ちに。渚だかシティだかわかんないけど、どうせあんた夏期講習行かなくても駅前ぶらつくだけでしょ。往生際が悪いっつの。そういえば理事長、彼が来る前何か言いかけてませんでした？ああ、そうそう、おせっかいついでにもう一つ君たちに提案したいことがあってね。真田君たちもちょっといいかい？この機会に君たちの健康診断を実施しようと思ってね。辰巳記念病院は知ってるよね。確か前に真田先輩が入院してた。戦いも折り返しに来たことだし、いろいろと調べておきたいんだ。ペルソナを使っていて体に無理が出てないかとかね。ほら、夏期講習の帰りだとついでに寄れるだろう。わかりました。しかし随分と急な話ですね。ああ、そんなに身構えなくて大丈夫。転ばぬ先の杖ってやつさ。日を変えて一人ずつ検査をするから、そのつもりで頼むよ。誰がいつ来るかは君たちに任せる。では各自検査を受けんさい。なんじゃってあ、そうそう、当日は召喚機も持っていきましょうか。君、ようこそベルベットルームへ。どうぞご覧ください。こちらでよろしいです。それではこちらを受けたまわりました。また。おうよ。
の間はすまなかったな。そのもろもろ忘れてくれや。なことよりもさ、聞いてくれよ、おっちゃんの愚痴をよ。今日はシラフだからさ、そこに座ってくれよな。神妙な顔してお経読んでりゃいいってよ。檀家からお布施もらって楽に稼げるってよ。そう思ったからさ、下げたくもない頭下げて実家の寺継がしてもらったってのによ。世の中は毎日誰かしらの命日なのな。ビビるぜ、正直。人類の歴史ってやつにな、放り続けてよ。うちみてえな小せえ寺は住職古かどうだ。コンビニじゃねえっての。それができりゃな、自分のよう責任感の強さを乗ろうぜ。頼まれると嫌って言えなくてな、わし人柄と品性を兼ね備えてるから。だがな、忙しすぎるんだよな。老体に無知打たにゃ裁けねえ。わしの大嫌いな一生懸命ってやつだ。潮時なのかね、ここの身の振り方を考える。気張っても限界あるし、酒も弱くなったしよ。こないだおめえに集大さらしまったしさ、もう末期だわな。ありがとうよ、気休めだろうがよ、取っとくよ。そんじゃこういう言い訳ってどう？離婚届は受理されてねえし、うちの寺も自営だから不動産だわな。悪い話じゃねえと思う。頭するの我慢すりゃわしも隠居で遊んで暮らせるしよ。おめえどう思う？あいや、そのなんだ、戻ってきてもらおうと思うんだわ。出てった女房とせがれによ。まずは居場所を突き止めねえとな。探偵を雇ってよ。費用に糸目はつけねえ。直に会って詫び入れようと思うんだ。ほったらかしにして悪かったってな。そっちの方に専念してし、そのおめえと会うこともねえんだろうな。不良少年の相手なんててめえのせがれでたくさんだ。せいせいするぜ。こんなことになるならよ、出家なんてよ格好つけんじゃなかったよ。明日あたり更新所に行くとするかな。さてぼちぼち出ようや。